こんにちは。前に進む将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は11手です。考えてみてくださいと。まあ、11手ですけど、そんなには、こう、大手が限られてるし、もうなんか、可能性のある大手を打っていけば、詰んじゃう感じのものなんですけど、これ、歩もう一枚あれば話は非常に簡単なんですけど、まあ、これ、とにもかくにも、初手は1、3歩ぐらいしかないですね。これ、同桂と取ればもう簡単な話で、一見流が実現して、まあ、低い手で、あとはもう強者。まあ、この時ですから、こうなった時に強者がなくても、歩があれば OK っていう感じなんで、歩がもう一枚あれば簡単なんですけど、まあ、これですから、まずとりあえず、1三歩に対しては、まあ、桂は簡単なんで、同玉と。で、まあ、桂頭の玉寄せにしで、2五桂打ちづらいんですけど、ここではこう逃げられても大丈夫ですね。この歩がいるおかげで、竜がバックできるんで。でこうなった時に、銀、打っちゃっちゃ、ここ逃げられちゃうんですけど、強者があるんで、1六の地点は塞げるんで、塞いで銀打てば詰むんで、2五桂に対しては、まあ、桂頭には逃げられないと。なれば、引くしかないと。で、まあ、これですから、もう一歩でもあれば、もう簡単な話なんですけども、ないんじゃしょうがないから、これやっぱり強打つしかないですよね。他の手があんまり、こう、金取って、この辺、まあ、この桂の引きを利用して金取ってなんていうのもすぐには無理で、まあ、打つしかなくて。で、今度こそこれは同桂と取るしかなくて、まあ、念願の一見流の下からの銀が実現して、まあ、相変わらず歩があれば簡単ですけどね、歩。打ち歩詰めじゃないんで、同金、同竜で簡単ですけど、もうないんで、もうこうなればあとは金を取るしかないですね。で、この同銀だったら頭金だから同玉。まあ、それでも次の一手で。これちゃんとここは効いてるんで。これで詰んでますということになりますということなんで、詰め手順をおさらいすると、初手が1三初手が1三歩、同じく玉、2五桂、上へ行くのは竜引いて香打ってで銀打ちで詰むんで下がると。で、1三香打って同桂に2一銀、1一玉、22竜。まあ、最後はどっちで取っても、金打ちまでなんで、まあ、同玉と取れますか。この桂の顔を生かして。で、12金で積み上がりということになります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。